はい、おはこんばんちは。313件2500番台です。これからいろいろと紹介していきたいと思います。今回というか今から紹介するものは鉄道関係のものが多いです。結構、いや、ほとんど鉄道関係ですね。はい、では紹介していきます。これはですね、駄菓子屋のに売っているチョコが入ってる箱ありますね。あれを切り抜いたものです。これはその2両を使って中間車に仕立て上げました。これは切り継ぎを行っています。側面は縮んできました。では次に行きます。ちなみにこれ次に行きますというか、これはこのようにかぶせて使います。そうすると西が作りそうな、まあ編成日のね、編成ができます。かぶせるのはこっちじゃなくてこのラビードです。はい、いいです。ちょっと寝っ転がってますが、ゼロ系です。小町 N700系、3000番台、はい、ごめんなさい。はい、でざっくりですが、プラレールアドバンスの説明はこれで終わりです。はい、次はウィートレインです。313系です。はい、僕の名前にも入ってますね。313件、2500番台。次です。瀬戸内直の103系高運転台仕様です。快速が貼ってありますが、白馬クラスにあそこは、まあそのうちこの電車も黄色にあるでしょう。手前に高運転台車は廃車になってますね。はい、次です。4パー9です。一般職です。これもそのうち青になります。次です。165のグリーン車です。グリーンの運転台車です。はい、165です。じゃあすいませんでした、間違えました。1パー3です。はい、183系ですね。木の先、ちょっとよく見えないと思いますが、木の先の上に快速を張って、快速機の先みたいな感じにしております。グリーン車です。はい、次です。くまモンラッピングの201系、体質完全4、すいません、変えました、体質改善40N車です。大阪環状線の 11M です。はい、次いきます。岸川線の車両です。玉電車です。少々面倒くさかったので貼り方が悪くなっています。EF60 の100番台です。すいません、ピンボケしてますね。ということで遠くを映っております。 EF65 更新色です。更新色の1000番台です。ヘッドマークをつけてみました。D51 489号機です。はい。セントラルライナーです。今度の改正でなくなりましたね。セントラルライナー。あんまり個室変わりませんからね、設備が。カーテンとか。シートピッチとか変わったものはあまり変わってないんです。だからぼったくりと言われてもしょうがないですね。はい、では次に行きます。ビートレインショーティーは次がラストですね。はい、南海ラピートです。スルッと関西、また買いましたね、すいません。スルッと関西の限定車両です。ちなみにですが、今度2階にて、2階の中央口ですね、南波駅中央口にて、荒野の4両セットだから6両セットですね、あれを1万7000で売ったので買いたいと思います。ではビートレインショーティーの紹介はこれで終わりです。では次はカプセルプレイです。はい、鉄橋です。
さっき動画撮ってたんですが、まあその時結構グダグダしてもう20分まで行っちゃったんで、今回ポンポンポンって行きましょう。はい。深夜森駅です。人形がついてましたが、どっかに行ってしまいました。跨線橋です。プラレールアドバンスの余ったシールを使用して、ちょっと近代っぽくしてみました。はい、こちらもそうです。県庁前です。はい、車庫です。煙突がありませんね。こっちは昔買ったものなんで、やっぱりガタ来てますかね。はい、次です。ビル付きレールです。次です。ありました、ありました。岩付きレールのものを集めてプラレールから、はい、没収とした踏切の標識ですかね。まあそんなものを、的なものを接着剤でくっつけてみました。なのでゼンマイ車は通ることができません。通れるのはモーター車だけです。はい、ではストラクチャー系は次です。あと3つですね。はい、鉄橋です。こちらがレールになります。今のところ坂レールはまだ入手しないので、結構急な坂で登らせています。走行されていたようには次です。はい、石炭補給所です。SL という SL をまだ持ってないので、はい、早めに購入というか入手したいと思います。ちなみに、この中には鉄道模型に使えるものもあるので、そちらの方はまあ、そちらの方で有効活用ですね。はい。転車台です。トーマスに出てきました。トーマスチーズですね。まあ、これですね、トーマスチーズでは。鉄塔です。すみませんでした。次です。確認できる限り今まで買ったものの台紙になります。計算してみるとすごいんですね。軽く1万2万いきますよ。これはでちょっと計算してみましょう。1、2ですね。で、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、じゃないですね、これ違いますね。24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、2、はい、こちらです。36。200×36 は、36だからな。7200円です。はい、結構使いましたね。まあ、それは置いときましょう。はい。というか、7200円じゃなくて、7000ですかね。100円引いて、100円が2個引くんで、まあ7000ですね。はい。高いですね。ちなみに、こちらは鑑定団で100円です。なので、7000になります。はい。ポイントレール。はい。これについてはレール。はい。踏切か。みたいなことをしようとしたけど、結局その計画も無残になくなってしまった。さらなるレール。ポンポンポン、レールです。はい。これは元はこうなっていました。折れたので、こうしちゃいました。ポンデライオン用のレールです。ポンデライオンのところについてきたレールです。はい、1個足りません。これが1個足りないので、
ダメです。ちょっと、本当に、アンバランスになります。はい。これは。はい。これ上がりませんね。もう上がんないようにしちゃいます。カーブでーす。はい。次は終了でーす。京浜東北線の E231 系と山手線の E231 系5000番台じゃないですね。500番台です。はい。次です。ラピートです。サークル系サンクスのシリーズです。これは力持ち編で出ました。ダッシュ。トーマス。エドワード。トーマスの引いてるキャッシュのどっちかです。はやぶさ。E4K MAX の先頭車。E3K 翼の中間。小町のコービ車です。はい。さくらの中間車抜きです。こちらも中間車抜きの、になりますね。はい。スカイラーナーです。青大将です。この両サイドは、これと同じく、セブンイレブンじゃないですね。はい。何でしたっけ。サークル系サンクスのキャンペーンでやってました。はい。これは、遊びに行こう編でしたっけか。まあ、そんな辺の辺でやってます。ハーフ12です。ちなみに、購入した際は、500円じゃなかったですね。1000円で、これが、これとこれ、あとこの金太郎が2つ、それに、これが出るという超かぶりなものになりました。はい、次です。初めてセットについてきた EF210 の、と、コンテナ車、オイル車、力持ち編の貨車です。こちらは力持ち編の、ハイパワー出したら変電所ぶっこする機関車 EF200 です。すると、結構昔に持っていて、今出てきた、DD51 の北斗星です。実は言うと、カシオペアの、この、戦闘版の動力ですね。これもあったんですね。しかし、どっかに行ってしまいました。はい。それと、なぜあるかわかりませんが、ミニプラレールですね。おそらくこれのシリーズはミニプラレールだと思います。それの、はい。後ろですね。こんな感じで。くっつきますね。はい。ざっとこんなもんです。さっきは20分いったので、まあさっきレアグダグダになってません。ちなみにそのさっきの動画というものは、エラーで投稿できませんでした。ぐだぐだになっちゃいけないので、早めに切り上げたいと思います。と思いましたが、まだ紹介するものは出ますね。すいません。結構またぐだぐだになりそうです。はい。ビータです。随分前に買ってもらったのですが、一応ここで紹介しておきたいと思います。はい。D バイフです。それと、リッジレーサーと、なんか浮くやつです。あとは、落としちゃったりします。はい。と、はい。こちらはもう終わりですね。続いて、3DS です。はい。結構たまにエラーになるんですね、これ。プロジェクト未来です。その他にも、はい。こちら。マリオカート7。チビドラゴンと不思議なオーブ。ニュースーパーマリオブラザーズ2です。
3DS のカセットではないですが、はい。ヨッシーアイランド DS。と、まあ他にもいろいろありますが、今回は省略したと思います。はい、紹介だけで15分になってしまいました。結局グラグラです。今回の投稿を含めて残り3回で投稿がなくなる、できなくなります。残り3回ほどでできなくなると思います。とチャンネル登録してくださった皆さん、短い間しか登録してくできず投稿ができずすいませんでした。また投稿できる機会があれば投稿したいと思います。今まで僕の動画をご視聴してくださっていま皆さんも、視聴してください。ご視聴ありがとうございます。結構、声出しを始めてからグダグダになっています。声出しをしない方がグダグダじゃないですね。あ、すいません。今の言ってることがよくわかんなかったですね。まあそこはそれでいいです。はい。まあ、僕のアカウントはなくなることはないです。引っ越してもまあまたゴールデンウィークとかちょっと機会がありそうなので、その際には動画投稿をしようと考えています。その際にはまたよろしくお願いします。はい、それじゃあまたねー。はい、さよなら、バイバーイ。